ソニア・トマラは、ロシア帝国出身のジャーナリスト。第二次世界大戦における、最初の女性従軍特派員の一人と言われている。1897年、ロシア帝国サンクト・ペテルブルクにて、父ミハイルと母オルガ・マモントフの娘として、生を受ける。ロシアでは、科学工学の学位を取得して、モスクワ女子大学を卒業している。1920年、ロシア革命の最中、 母と共に、フランスへと逃れる。フランスでは、ルマタンが身に採用され、政治部記者及び編集者を務める。1928年、ニューヨーカヘラルドトリビューンが身に採用される。1930年代には、ヨーロッパに戻り、ドイツ国におけるアドルフ・ヒトラーの権力掌握ドイツのフランス侵攻といった出来事を取材した。1940年、 独仏休戦協定が結ばれた後にアメリカに戻る。1942年、従軍特派員としての認定を受けて極東方面へと派遣され、中国、ビルマインド先生における政治関連の取材を担当した。1943年5月、中国方面へと派遣され、揚子江にて日本軍と対峙する国民革命軍の活動を取材した。その後に、 北アフリカに向かい、連合国軍司令部での取材を行った。1944年、パリに戻る。1947年、ウィリアム・クラークと結婚し、ニューヨーカ・ヘラルド・トリビューンを退職。1982年8月、脳卒中を起こして入院する。9月7日、ニュージャージー州のプリンストン医療センターにて死去。ありがとうございます。